妄想宮に入られるのなら準備をお忘れなくです。サキ。え、朝日？まだ管理局の連中は来てないみたいだな。朝日どうしたの？副団長なら団長とお姉ちゃんと買い出し中だよ。邪魔者がいないなんて好都合ね。ちょっとみんなしていきなりどうしたの？ジョーちゃん、担当直入に聞くぞ。あの城の妄想はお前の妄想だな。え？お城の妄想？違うっち。あれはサキの妄想なんかじゃないっち。ピン君、サキは妄想者なんかじゃないっち。選ばれし者なんだっち。私が妄想者？違うっち。サキは特別な存在なんだっち。ねえ朝日、どういうこと？それは、ジョーちゃんは特別な存在でいたかったんだ。そう、まるでお姫様みたいだ。だからあの城はジョーちゃんの心の現れなんだよ。あの妄想が私の？あの城の主は王でも女王でもなくお姫様だったのね。違うっち。ちょっと待って、私は1年も前から妄想が認識できるのよ。私なんかもっと小さな頃から。それに私の妄想はどこにも侵食してなかったもの。違うんです、サキさん。だから私は妄想者じゃないわ。妄想の侵食から世界を守る選ばれし者なの。いや、そうじゃないんだ。そうよ。俺だって妄想を認識できる。だがこの世界のどこにも俺の妄想は侵食しちゃいない。いや、正確には侵食しているんだろうな。だが俺はそれが何なのかわからない。嘘でしょ。サキ、お前の妄想はもうどこかに生まれていたんだよ。ただそのことに気づけなかった。そして今になって目に見える形で侵食した。そんな、サキさん、私は妄想者だったの。サキ、ねえ、違うよね。私、世界を守る選ばれし者なんだよね。朝日、違うよね。ねえ、違うよね。私は違うよね。違うんだよね。なんで何も言ってくれないの？違うって、ただそう言ってくれるだけでいいんだよ。違うって、なんで言ってくれないの？ねえ、なんで。サキ、クソ、春日の狙いはこれだ。どういうことだよ。もしかしてサキさんの心が揺れたから？まさか妄想宮の入り口が？ああ、まんまとはめられたぜ。あの野郎は俺たちに仕事を押し付けたんだ。ねえ、なんで。葵、サキを頼む。うん。サキ、少しだけ待っててくれ。お前の妄想を壊させはしない。みんな、お城の妄想宮へ戻るぞ。しておきましょう。あ、これはイベントの予感でしょうか。
入られるのなら準備をお忘れなくです。いろいろと売られてますね。探し物があるかもです。妄想宮です。お入りになられますか？本当に出現してる。まんまとはめられたな。悔しがってる暇があるなら急ぎなさい。子供？強情なお姫様が門を開いたのよ。その礼儀に応えてあげる必要があるわ。まさかお前仲間割れなら後にしろよ。すでに管理局の連中は侵入しているはずだ。子供、分かってるだろうな。何の話かしら。私は夜の舞踏会に参加するだけよ。喧嘩はダメです。行こう。妄想宮に入られるのなら準備。セーブポイントです。忘れずセーブしましょう。なんだか懐かしい感じがするっち。懐かしい？ピン君、どういうことですか？わからないっち。まさかここで生まれたなんていうつもりか？そんなわけないっち。オイラはここが現れる前から存在してるっち。じゃあ何が懐かしいんだよ。ち、やっぱりここは先の妄想だから。お客様を発見です。どうなる？突然の4名様です。準備ができてません。いや、でも、やっせ、はっ、やっ、はっ、おせえよ。おお、伸びるぞ。やるだろ。熟知してますね。あと2名ありました。頑張りましょう。俺の実力だ。お客様でしょうか？ご注意が必要ですよ。お客様を発見です。どうされますか？扉を見つけました。おはい。お客様でしょうか？ご注意が必要ですよ。あちらの方、キラキラしていませんか？お客様を発見です。どうされますか？お客様を発見です。どうされますか？お客様を発見です。どうされますか？扉を見つけました。お入り。お客様でしょうか？ご注意が必要ですよ。4名様のご帰宅です。ご注文はどうされます？
お客様を発見です。どうされますか？いろいろと売られてますね。探し物があるかもです。奥に進まれますか？ご案内いたしますね。セーブはちゃんとこまめにしておきましょう。これでも。そこまでだ。ようこそようこそ。はめやがったな。ありがとう。俺はとっても嬉しいよ。嬉しそうな顔できんじゃねえか。妄想をどうするつもりですか？始末するに決まってんじゃん。ふざけやがって。いいのか？ここを壊さない限り秋葉の妄想は止まらない。どういう意味だ？そのまんまの意味だよ。お前ら疑問に思わなかったのか？どうしてこんなに妄想が侵食していたのか。秋葉だからだよ。秋葉には妄想力が強い人間が多いんだ。ふん、そう。そしてピンクマントが背中を押したのよ。だから妄想が溢れ返った。残念、大外れ。違うんですか？なあお前ら、カノンが現れたのはいつだ？すでに妄想が侵食し始めた後だろう。それはなあ、答えてみろよ。答えられないよな。そうだよな。だってカノンだけのせいじゃないんだから。カノンだけじゃないんだよ。もう一人いるんだ、妄想を生んだ人物が。妄想が溢れかえる日常を、そう、そんな非現実な日常を生んだ真犯人が。みんな噂をすればなんとやら。あなたは。それじゃあ改めてみんなに紹介しよう。秋葉に妄想をあふれかえらせた真犯人、このお城のお姫様、星野咲ちゃんだ。え？嘘だっち。咲が犯人なわけないっち。絶対にありえないっち。おい、うるせえぞ。今いいとこなんだ、黙って聞いてろ。おい、どういうことなんだよ。お姫様はね、現実に飽きていたんだ。ありきたりな毎日にうんざりしていたんだよ。だからこういう妄想をしちゃったんだ。なあサキ、なんでお前そんなに楽しそうなんだ？え？だってさ、妄想の侵食とか普通だったら投げ出すんじゃないかなって。私、普通じゃない毎日が楽しいよ。妄想を壊すのが楽しいの。だって毎日つまらなかったんだもん。みんなと同じ学校に行く毎日が、みんなと同じ制服を着て、みんなと同じ放課後で、そんなみんなと同じ毎日がつまらなかった。でもね、ある日不思議な扉を見つけたの。最初はね、もちろんなんだかわからなかった。だけど扉の向こうで不思議な人に出会ったの。その人は教えてくれた。ここは妄想宮だよ。あれは妄想獣だよ。妄想は壊さなきゃいけないんだよって。普通の人にはわからないんだよって。妄想を壊せるのは特別な存在だけなんだよって。
やっと見つけたってそう思った。その日から私の毎日が変わったの。だからあの日から私は特別な存在なの。あ、初めて聞いたっち。ピン君に出会うちょっと前の話だよ。特別な存在ね。そんな、まさかここまでのお姫様とは思ってなかったよ。あなたは？そうだ、あの時はありがとう。おかげで俺の仕事が一つ片付いたんだ。ふざけんなよ。だからってなんで咲が犯人なんだよ。秋葉の妄想は全部咲の妄想だって言うのか。さすがにそんなことはないよ。ここ最近の妄想、その原因はお前らも詳しいだろう。お姫様の妄想はあくまでも非現実の日常だよ。その非現実をね、妄想を加速させるという妄想で叶えたんだ。なるほどな。おいレイジ、俺たちにも分かるように説明してくれよ。お前も言ってたろ、秋葉って町はな、妄想力の高い奴らが集まる町なんだよ。そんな妄想者予備軍が集まる町に星野咲という妄想を加速させる女が現れたんだ。だからみんな妄想者になっちゃったのさ。案の定秋葉に妄想があふれかえるようになった。そしてめでたくお姫様は特別な存在として活躍の場を増やしていったのさ。だけどこんなケースは初めてだ。調べるのに苦労したよ。嘘よ、そんなのデタラメよ。だって私はあの日妄想を認識できる特別な存在になって。っていう妄想だろ。君はね、特別な人間なんかじゃない、ただの妄想者さ。自分で妄想をあふれかえらせてそれを破壊する。いや、最高の自作自演だよ、特別な存在さ。いい加減にしろよ。お姫様みたいな妄想を放っておくとさ、すっごく危険なんだよね。っていうかめんどくさい。だからこうやって侵食してくれて助かったよ。ようやく始末することができるからね。いい加減にしろって言ってんだろ。朝日、お姫様を守る騎士にでもなったつもりか。こりゃ傑作だね。だから俺はお前が嫌いなんだ。珍しく気が合うな。俺もだ。リウマです。最初から気に入らなかったのよ。お前の話が本当かどうかそれは俺にはわからない。でもな、お前の話は気に食わない。それだけわかれば十分だよな。俺もお前ら全員気に食わねえよ。かかってこい、雑魚どもが。まとめて始末してやるよ。少しは俺を楽しませてくれるのか。楽に行こうって。フィックス、そこでなちゃうけど。ぶっ飛べ！
さとくたばれ。できるんだ。なんか覚えた。この年で成長ね。もっと頑張ります。腕が鳴るな。悪くねえな。へえ、意外とやるじゃん。くそ、この野郎。あんなクズでも一応は管理局の幹部だからな。そろそろいい時間だな。逃げる気？いや、ここからは観戦タイムさ。妄想しか。過保護な王様が現れたみたいだ。タイミングが悪すぎます。さあどうするんだ。奴を倒さないとお前らはここから生きて帰れないかもしれないな。最低な男ね。ほーら、自分たちの手で壊してごらんよ。大切なお姫様の大切な妄想をさ。それだけは。壊していいよ。え？だってこんなの、私の妄想じゃないから。サキ。たとえ私の妄想だとしても、この妄想が壊れたら、秋葉原の妄想は止まるから。でも。ねえ。朝日、私ってやっぱり特別な存在だと思うんだ。私の妄想が壊れたらね、妄想の侵食から世界を守ることができるんだよ。それってやっぱり特別な存在じゃない？だけどもう決めたの。サキさん、最後まで特別な存在でいさせて。サキね、お願い。わかったわ、ことみ。面白くなってきたね。何を楽しんでいる？我々秋葉原自警団を忘れてもらっては困るな。みんな話は葵から聞いたよ。我らが団員を侮辱した罪、その体に刻みつけてやるとしようか。絶対に許さないから。許さない。おっと、これは怖い怖い。朝日君、この男は我々に任せろ。だから君は咲君の願いを叶えるのだ。お願い咲。お願い、叶えてあげなさいよ。ありがとう、朝日。ピン君のこと
よろしくね。いやだっち、オイラずっとサキと一緒にいたいっち。ピン君、今までありがとう。サキ、ごめんな、ピン君。この妄想を俺たちは壊す。お相手は一名様です。やっつけちゃいましょう。飛ばしたくせ、ぶっ飛べ。まだだ。チアを引き上げてくれ。ハッ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 。
本当にやったんだ。これは面白いものが見れたよ。貴様、あ、そうそう、ご苦労さん。おかげで俺の仕事が一つ片付いた。あの時みたいにね。ふざけやがって。先に表で待ってるよ。サキは？サキ、大丈夫か？あなたは？え？ここはどこ？まさか、サキさん。記憶が？サキ！え？オイラッチ、ピン君だっち、サキの由緒正しき使いまっち。このぬいぐるみ、話せるの？え？オイラがわからないっち。妄想が壊れたんだ。サキサキ、どうしたの？そんな。サキ君の覚悟、見事だった。なあ、サキ、俺だよ、アサヒだよ、わかるだろ。ごめんなさい。なんでだよ、ずっと一緒に戦ってきたじゃないか。なのになんでだよ。アサヒ君、やめたまえ。サキ君はもう君の知るサキ君じゃないんだ。そんな、嘘だろ。分かってたことじゃないか。あれ、遅かったじゃん。あんまり遅いからそろそろ帰ろうかと思ってたよ。お前、お姫様もご帰還か。ま、お城なんかどこにもないけどな。あなた誰？はあ、こりゃ傑作だ。夜12時を過ぎたと思ったら魔法も解けちまったか。何怒ってんだよ。妄想が消えてよかったじゃねえか。サキさんの妄想は壊れました。これでも妄想は侵食しないのでしょうか。はあ、お前ら本当にめでたい奴らだな。まだカノンがいるだろ。カノンがいる限り妄想の侵食は止まらねえよ。だからな、この妄想を壊したところで何の意味もなかったんだよ。ふざけるんじゃないわよ。そこまでだ。余計なところで。春日、見ていたぞ。誰だ？春日の非礼な発言、すまなかった。代わりに俺が謝ろう。え？それにしてもだ、まさか大将が直々にお出ましとはな。ああ、久しぶりだな、レイジ。今からでも遅くはない。俺たちのところへ戻ってこないか。相変わらずつまんねえ冗談だな。話は聞いている。妄想について調べ回っているらしいな。妄想に未練があるんじゃないのか。未練ね。お前がどこで何をしてようが、もう俺たちには関係のないことかもしれない。だが俺たちの邪魔をするとどうなるか、それは分かっているだろうな。分かんねえから教えろよ。だったら戻ってこい。妄想管理局について一から教え直してやろう。お前が望むなら相応の席を用意する。望まねえよ。今回はお前の顔に免じて見逃してやろう。次はないと心得ておけ。期待しないで待ってるわね。そんじゃ、お疲れさん。なあ、今のって黒崎帝。察しの通り妄想管理局の局長だ。こうしてまた一つの妄想が壊れた。少女は現実に退屈し、
非現実を求めていた。そう、非現実という妄想を求めた。だけど、それは悪いことなのかしら。誰だって妄想を求めている。だけど私の立場では肯定できなかった。そして立場が違うからこそできる肯定。どうか妄想を大切に。妄想から目をそらさないで。大丈夫、きっと大丈夫だから。妄想はいつだってあなたたちの味方なの。